システム通信隊軍とは、海上自衛隊、市ヶ谷地区に所在する防衛大臣直轄部隊の一つであり、システム通信隊軍指令は一等海佐をもって当てられている。かつての名称は、中央通信隊軍。海上幕僚幹部及び同基地内に所在する部隊等のための通信組織の構成、維持、運営及び海上自衛隊の指揮通信中枢として、 海上自衛隊の通信運営に関する統制を担っているほか、陸上自衛隊、航空自衛隊の指揮通信中枢であるシステム通信団、航空システム通信隊、さらに共同の部隊である自衛隊指揮通信システム隊と連携し、防衛中枢の通信基盤の維持管理を行っている。中央通信隊群を廃止し、システム通信隊群を進展、東京通信隊を廃止し、 中央システム通信隊を新編。横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大港各地方大霊下の通信隊を横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大港システム通信隊に改変し、システム通信隊群霊下に編入。通信保全業務隊及び船越し、通信保全業務分検隊を廃止し、保全監査隊及び船越保全監査分検隊を新編し、 システム通信隊軍令下に編入。厚木、立山、下宇佐、岩国、大村、鹿野那覇、八戸の各航空基地にシステム通信文献隊を新編し、所在警備区内のシステム通信隊に編入。突起ないものは市ヶ谷基地内に所在している。ありがとうございます。